何こいつ。はい、勇者です。こんばんは。じゃあ今日も、冒険していきたいんですけど、ちょっとねレベル適正なねダンジョンみたいなのがなくて、というわけでちょっと今日はレベル上げですね。 RPG にはつきもののやつですよ。なんで今日はいつもの動画よりさらにつまんないかもしれないですけど、ちょっと申し訳ないけどね、この辺はまあこういうこともやっていかないとね。でもね、なんかいろいろやってたらちょっと戦えるようになったんですよね、結構。やべ、クリティカル、あぶねえ。あ、ちょっとなんか後で、あ、いいか、これも毒で殺せる。そうそう、なんかねちょっと強化してきましたね。というよりあの何本かちょっと動画、何本かっていうか、まあ 1本なんだけど、動画をちょっとボツにしたんですよね。まあ、具体的に言うと、あのアルビーズの森に行ってちょっとスプリガンぶっ殺そうかなと思って行ったんですよ。まあ、今度はスプリガンの里を焼いてやろうかなと思って。オークは可愛いけど、まあスプリガンはねあまり可愛くないんで罪悪感ねえからいいかなと思ってね、焼いてやろうと思ったんですけど、オルバンブルートがね強すぎてね、あの3発食らうと沈むんですよ。あいつでもウォリアー死んだらこっちあれじゃないの、ルート券取れんじゃないの。ちったらちょっと、やばい、いきなり来た、やべ、いてわ、うおー。なんでねちょっとね、あのボツにしましたね。死にすぎてね。だから一応なんかね、その回復魔法90いってるやつがいたんでね、リザレクションとか使うように待機させといたんですけど、なんかそれはそれでちょっと違うかなと思って、まあとりあえず、まあ、そっちはボツにしたんでね。ちょっとだからねちょっと敵をね、敵ともっとちゃんと対等に渡り合えるぐらいまでちょっとレベルっていうかスキル上げをしたいんですよ俺は。まあでもこれでも結構ね、昔よりは戦えるようになったんではないか。昔っつってもそんなに、あ、でもこれも死ぬのは得でいける。なんかね、ポイズンレイン使ってんのに、ね、ダメージ全部入れる前に倒しちゃったりするんでね。あ、醸造か。醸造ね、あっちのキャラも醸造下げ始めちゃったから。まあ、いらないかな。と思ってますね。まあ、あっちのキャラの話はいいや。でね、今こんな感じですね。まあちょっとスキル振りは悩んでるとこあるんですよね。とりあえず破壊と回復は、まあ98とかまで持っていこうかなと思ってるんですけど、あと戦闘スキルをどうするかですよね。まあ、回避はいらないかなと思うんですよ。着こなし上げるつもりでいるんでね。で、筋力は30度目でいいかなとは思ってるんですけど、まあ、後で下げますね。とりあえず一旦は、まあ、まだ401しか行ってないんでね。まあ、あの、850行くまではね、あの、全部アップで行って、で、まあ、生命はまあ50いるかな、50いるかな。やっぱ HP 少ないとちょっと怖いし、知能は50でいいかな、っていう感じにしときました。180だね。 MP 素で MP180 とかまああれば大丈夫かなと思ってるんでね。あと持久、精神力は100まで持っていくつもりですね。集中は0でいいです。って感じでやっていきますね。あ、失敗した。魔術も98まで上げたいね。
そう、魔法の失敗がなくなったからだいぶ楽になったんじゃないかな。あ、そうだ、その説明してないんだった。そうだ、その説明をした動画をボツにしちゃったから、そうだ。ちょっと待ってね、こいつ倒したらちょっと説明しますね。うん。ですね。よし、もうあとはこいつは毒で死ぬ。よし。そう。気づきとは思いますが、魔法をチャージできるようになったんですよ。釣りとか醸造とか、釣り、向こうの木は釣り、釣りはちょっと上げらんないっすね、多分。スキルの関係上。で、そう。で、ちょっと 3P4 を持ったものなんでチャージできんねんっていう話なんですけど、別キャラでグリモワールを発見したんで装備してますね。うん。こいつが多分めちゃめちゃ優秀な装備なんで、魔力1、ディレイがマイナス3。最大 MP 下がるけど、でも、この、スペルサポート、ね、おかげで消費量が下がるんでね、トントンぐらいかなとは思ってますね。MP10 下がったところで別に、なんか人多くね？人多いっすね。やべ、名前表示しちゃった。つったらどうしようかな。この辺のやつは買ってもいいでしょう。みんなの狩り場ですからね。そろそろ破壊も新しい魔法欲しいな。いや、未だにね、まだ、行って。未だにちょっとまだフリーズまでしか覚えてないんですよね。ちょっと攻撃当たりすぎじゃない？痛いんだけど。フリーズ使わなくていいの。あいつ勝手に死ぬ。いいや。アイスボール打ったら。やっぱりアイスボールは便利だね。本当に。霊気系の魔法がなんか一番使いやすい気がするな。僕はメガバーストが一番好きなんですけどね。早く使いたいな。メガバーストっていくつ ?80 とか ?70 だっけ。確かバーストが60だったから、多分メガバーは、あれじゃないかな。80じゃないかな。勝手な想像だけど。どうせテロップでプープーとか出てんだろうな。そんなことないか。ちょっとね、装備、高額装備はさすがに買えないんでね。そこはちょっと移動とか、別キャラから移動とかしちゃってるけど、そこはちょっとご勘弁いただいて、しょうがない。もうしょうがないです、これは。最終的に高額装備ないと戦えないからね。防具とか、そう言うてドゥーリンも映しちゃったけど、自分で集めるの結構手間だからな。間違えた。フリーズだ。ちなみになんか調べた結果、なんかアイスボールにも鈍足効果あるらしいんですよ。全然気づかなかったね。とりあえず今もフリーズであんまり鈍足効果を感じられてないからね、これ。よし。ちょっと回復。でもなんかほら、全然、ね。マナプレッシャーのおかげで、MP、そこまで、カツカツになってないもんね。素晴らしいな。いやー、最高だね。世界が変わるね。これは。ちょっとこのスペルサポートのおかげもあるかもしんないけどね。いやー。そう、魔法の失敗がなくなったからね。間違えた。なんで俺、アースワームもう一回打っちゃったんだろう。いいや。やべやべ。ちょっと損してしまった。今の、もう、マイナーバーストで殺せたろ。よいしょ。採掘、いらねえよ。くちゃ。醸造とか釣りもいらないか？いいか。とりあえず。で、回復魔法ね、全然そう、覚えてないんですよね。ここで金稼げた。マジックブーストじゃない。マジックブーストいらないだろ。ポイズンレインを。
まあマジックブース打っとけば、こいつフリーズ詠唱終わる前にめっちゃ接敵されるからな、接近されるからな、あんまり意味ないかもしれん。じゃあアイスボール一発入れて、あとはもう毒力恐れでしょ、まだ近づいてるのか、こいつうぜえな、早く死んどけ。うん、いやー今日は多分本当にね、別にねピンチにもならないし、多分面白みがいつもよりないですね多分。あれ死なねえの、いやめんどくせえなあー、だったらもうちょっとあっち行ってみるか、なんかスライムとかいたよね。ちょっと行ってみる、あちょっと待って、重量大丈夫、重量うん大丈夫だ、うん、ちょっと向こうの方行ってみるか、でやばかったら戻ってくればいいもんね。うん、ちょっとその前にちょっと座って直す方が、うん、いやー、まあ、破壊はだいぶ42まで上がったから、まあそろそろ次の魔法覚えてもいいのかもしれない。次ってなんだっけ、あなんだっけ、スターダストとサンダーボルトだったかな、なんかそんな感じだよね。うん、まあそろそろ覚えてもいいのかな、うん、新しい魔法ね。スターダスト、うん、あれはなんか一応1回の DOT 扱いになってるんだよね確か。うん、かけてから数秒後になんか星が降ってくるみたいなね。うん、あイクシオンいるじゃん、ちょっと戦ってみようかな、いけるか、いけるかな、はぐれイクシオン今ならいける気がする。あ、でも2匹いる。うぃー。あいつが反応しないでくれ。あいつ反応しないでくれ。よし。あ、そっか、水効かねえのか、もしかして。ちょ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 。ちょっと待って。ショックボルト。ショックボルト。よし、効くな。いやー、結構硬えな。あ痛い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 な痛いな痛いな、だいぶ痛いな、ちょやばいやばい、よし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 、ああいつも通りの感じになったね。ショックボール、よしで逃げる。あちょっとポイズンレインも入れとこうかな、よしよし、こうやって姑息な戦いをすれば勝て、あ、じゃあテクニック閉じちゃった、いやショックボルト使う場面が来るとはな、よいしょ、いやーどうだい、まだ結構結構だ、ホーリーブレス、でショックボルト、よいしょ、あでもこれでもうだいぶ足遅くなったね。うん、ここでアイスボールを一発入れてさらに鈍速にしてやろう、よしでポイズンレイン入れて、いいじゃんいいじゃん、魔法使いっぽい戦い方ができてんじゃん、いいね。ちょっと待って、意外としつけえな、んおい、あまだまだまだ来るか、ああそう、もう目でできるほどのスタミナもないのか、まあいや、ショックボルト一発で倒せるでしょうね、はい、あ死なねえんだ、マイナーバーストで死ぬか、よし死んだ、オッケー、ああ倒せたね、もうスキルも、あスキルね、あのスタミナも MP もカッツカツだけどね、いやーでもねーあんぐらいちょっとピンチになった方が面白いね、やっぱり。じゃあもう一匹倒しようかな。ああ、違う。あれ、俺が倒したやつ、またリポップしてんのか。あの奥にスライム大量にいる洞窟あるんだよな。あそこなんかブラッドとか落としたよね。まあブラッドは別にいらないけど。じゃあポーリーブレス、ポイズンレイン、入れて、
で、あ、そうそうそう、ショックボルト、ショックボルト使わなきゃいけない。ここが、あ、やばい、足速い。くそ、うん、ショックボルト、よし。もう古速、戦い方がね。でもこれはまあね、しょうがない、明治の戦い方なんでしょうがないですね。これはこういうもんですよ。うん、ああ、でも全然戦えるな、ハグレなら。うん、そのうちね、エイシスとかも行ってみたいよね。うん、あそこはでも敵多いから囲まれたらもうおしまいですけどね。うん、ちょっとそろそろ得意で、ホーリーブレス、ポイズンレイン、うん、いてい、着こなしもうまだあんまり上がってないんで、ね、ドゥーリン装備できないんですよね。うん、ドゥーリンの無属性マイナス効果って一応なんか表示上ゼロになってるけど、実際のところマイナスになっちゃってるのかな。それだと怖いよね。よし、ここまで痛めつければもう足がかなり鈍足になってるんでね、まあのんびり、メリーできますね。ハグレイクシオンはなんか逃げないんだね。なんかモンスターによっては HP がゴリゴリに減ると、まあオークとかさっきのアースワームもそうだけど、ゴリゴリに減るとなんかちょっとプレイヤーから逃げる素振りにしてるけど、ハグレはずっと追っかけてくんだ。あー、毒ダメージあんまり入らないな。いや、アイスボール、あ、アイスボール効かねえのか、まあいいや。あ、でもまあまあまあ、ん？あ、そっか、何これ、カゴ覚えてねえな。あー、あー、まあでも全然倒せるな。いやー、強くなったわ、強くなったな、本当にいいね。これでだから、まあ本当に真っ向勝負できるようになるまで着こなし上げちゃったらもっと楽しいんだろうけど、うんね、まあちょっとそこまではまだいかないからね。うん、最終的に装備通るでいいのかな。なんか通るよりいい装備今は出てるのかもしれない。魔力下がっちゃうからね、通るは。うん、まあそういうのも模索しながらね、うん、まあちょっとスキル上げしていこうかな。うん、あ、もういいや、今日はあとはアースワーム倒して終わろうかな。うん、ーホーリーブレス、ポイズンレイン、フリー、こいつも足速いよな。いやー、でももうチャージできるようになっただけで動きが良くなったね。足速えな、いって、うい、あー、いいね、非常にいいね、楽になったよ、包帯口調、あ、フィズった。あー、初めてっていうか、あの、久々にフィズったな。じゃああともう一匹ぐらいは倒しとこうかな。じゃあマナプレイ、まあホリブレス、ホイズンレイン、うん、そろそろ回復も上げていかないとしんどいかな。ほら、よいしょ、アイスボールでいいかな。よし、はい、いやー、ほんとアイボールコロコロコロって落ちてきたの。
かわいいね。あー、エボリいらない。いや、ウッドアローは確か売れないんだよね。そう。なんでか知んないけど、この特殊条件、売ることができないっていうのがついちゃってるんだよね。うん。いらないですね。うん。したら、いやー、まあ暗くなってきたし、今日はこの辺でいいかもな。うん。まあ、暗くなってきたからって敵が強くなるわけでもないしね。ないけどね。うん、うん。というわけで、まあ今日はこの辺でいいかな。でもさすがになんかこのモンスター倒してるだけじゃ面白くないからね。ダイン山突入した時みたいになんか洞窟とか行けたらいいと思うんだけど、あれだっけ、あのスライムの先にエイシスあるんだっけ、ちょっと覚えてないな。あ、そうだね、エイシスケーブあるね。に行くか、ちょっとアルビーズの森リベンジするか、ちょっと、まあ、そこら辺は考えておきますね。ちょっと動画を一本ボツにしたせいで、ちょっとね、ちょっと期間空いちゃったと思うんですけど、まあ、次はできるだけ早めに上げるようにしますね。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。